今日はですね、節約というものをちょっと考えてみたいと思います。当然こんなこと言いますと、日本人には節約が好きな人が多いですし、まあ、特にここで言う知識人とかですね、まあ、女性の方の中では非常に固く節約はいいことだというふうに信じている人が多いようです。でもそれにはですね、非常に深い陰謀がありまして、自分の財布を狙っている人たちの一種の作戦に引っかかってるっていう場合もありますので、まあそこのところをですね、まあ、将来の、生活の計画なんかも作るときに非常に重要なので、ここに整理をしてみたわけでありますが、1956年から1990年まで政府、日本政府は高度成長とかバブル経済といってですね、非常に物を買ったり消費したりするということを進めました。マスコミも、まあ通常の日本人も、家電製品のことを三種の神器、つまり神様の器といったぐらい、物を買うことは大切であるというふうに言ったわけですね。で、まあ、1990年になりまして、バブルが崩壊して経済が停滞しますと、突如として節約とかもったいないという人が増えたわけですね。つまりバブルからもったいないへ、ほぼ1、2年で変化したわけですから、生活信条が180度違ったとも言えるわけです。で、こういった突然生活の思想を変えた人が、まあ、考えがない人って言われる人とか、チャラいと言われる若者ならわかりますが、中年の分別ある知識人が、1、2年の間にその人生の思想を真逆にするわけですから、まあ、これは一応驚きなわけですね。さて、もともと1956年から続いた日本の高度成長というのは、ヨーロッパ並みの所得、ヨーロッパ並みの質の高い生活を目指そうとしてやったんですよ。やっぱり日本人だけが貧乏ではいけない。我々もアメリカとかヨーロッパと同じような生活ができるんだっていうことでやったんですね。で、ちょうど1990年、このバブルが崩壊する前後に日本人の所得はヨーロッパ並みになりました。つまり、日本人の目標は、つつましい生活ではないんですよね。質の高い生活だったんです。それ34年間も、ひたすら日本人は質の高い生活を求めて努力しました。ところが、ここで明らかにしたいんですが、知識人に作戦があったわけですが、社会は突如として節約ムードになります。同時に年金が崩壊しました。これも作戦ですが、で、日本人は将来の不安に駆られて貯金をし始めたわけですね。収入が減ったり、将来が不安で貯金するなら、まあ、特に問題ないんですが、まあ、いわば思想的に貯金を始めたというところがあるんですね。所得が高くなったのは、質の高い生活になろうとして頑張ったから所得が高くなった。で、頑張って所得がちょうど目的通りになったら、突如として日本の偉いと言われる知識人の言うことが180度変わったんですね。それまでですね、バブルだったわけですね。じゃんじゃん消費したわけです。その時には、社会には石油が枯渇するという話もなく、ゴミが溢れるという話もなく、地球が温暖化するという話もありませんでした。しかしそれが海外で言われてなかったかというと全然そうじゃないんですね。1972年にはメドウスがこのまま生活すると21世紀には世界が崩壊すると言って石油ショックが起こりましたね。今よりか石油の寿命は短かったんですよ、実は。バブルの間は。それから20年経ってるんですね。みんなは、節約しなさいって言い始めるまで、世界的にも言われてから20年も経ってるんです。それから温暖化を防止する国連の IPCC ができたのは1988年だから、それからもう10年も経ってるんですね。温暖化の危険だとか石油の枯渇っていうのは、当時は今以上に盛んに言われてたのにバブルだったんです。だからもちろん知識人はそのことを知ってたけども、消費を進めてたんですね。じゃあなぜなのかっていうことですね。要するにここで言ってるのは、知識人はチャラい若者とは違って、ちゃんと考えて知識もあるんだってことを前提にしてるんですよ。その人たちが今までバンバン使ってたやつが突然もったいないというには、それなりの理由があるわけです。それがどういうことだったかと、まず自分の収入が高くなって、自分は楽な生活ができるようになったってことですね。で、自分が豊かになると、この知識人というのは自分本位ですから、まだ生活が苦しい人が残っていたのに、コロッと変わったんですね。これがまず第一です。それから知識人はですね、もう一応そこで経済成長はもうできないなと思ったんです。ということは、経済成長をして所得を増やすということができない。
給料を増やすことはできませんから、そうするとどうするかっていうと、自分が何か質素な生活をしているというアピールをして、他人に地球のために節約しろというわけのわかんないことを言って、そしてその時に使われた言葉がもったいない。日本文化、石油の枯渇、温暖化、ゴミが溢れると次々と出してきたわけですね。これは知識人なんですね。で、これらのことはよくわかりません。日本文化のことでも昔もったいないと言ってたのかなっていうと、もったいないと言ってたんだろうとこう思ってしまいますね。普通の人は。それが作り話であるということに気がつかなかったんですね。まあ、リサイクルももちろん作り話でした。ゴミが溢れるっていうのを1990年にあと8年でゴミが溢れると言われてですね、盛んに放送に出た、テレビなんかに出てた知識人がゴミが溢れる絵を描いてみんなを恐怖に陥れましたね。こういうことをしたもんですから、結局作戦を練った知識人以外の日本人はもう所得が高かったんですが、それが貯蓄に回りまして、それが政府に吸収されて赤字国債という形になります。知識人は節約を呼びかけた目的はですね、自分の給料は増えないので政府から金をもらおうとしたわけですね。で、政府はもちろんみんなが節約っつってお金を貯金してくれるんで、政府にどん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 お金が入ってきたわけですよ。それを政府は貯めてたわけじゃなくて、補助金という形で知識人に還元しまして、そこに官僚が天下りしました。つまりお金はそう回っていったわけですね。これはもう記録を見ればはっきりわかります。つまりこれをまとめますと、日本の経済成長が一段落した1990年、知識人はお金を得る次の方法として第2段階ですね。第1段階で知識人がお金をもらうには高度成長する、だからみんなに働け働けと、消費は大切だ、生産は大切だと30年間言い続けてきて、それがもう終わりになると、今度は国民のパイ全体をこれ以上大きくするのは難しいから人のパイをもらうという作戦に出た。これがもったいない節約ですね。まあ、純情な一般人はせっかく高度成長をして、得られた所得をですね、節約しなければならないという知識人の教えに従って貯金し取り上げられてしまったということなんですね。ここで注意しなきゃならないのは、知識人に2ランクあるということなんですね。ちょっと言葉が悪いんですが、上のランクの知識人は主として東京にいて政府の役人などとも連携して国民から吸い上げたお金の分配を得ました。つまり上のランクの知識人ですね。これはもう東京で優雅な生活をし、信じられないようなお金をもらったんですよ、当時。だってそれは信じられないお金もらうんですよね。だってですね、国民にみんなに節約を呼びかけると、国民からどん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 貯金の金が入ってくるんですよ。それを自分たちで分配するわけですからね。すぐ1億円ぐらいになったわけです。ところがちょっと哀れなのは下のランクの知識人で、この人たちはもったいないは日本の文化などと言って、なんとなく納得性があるわけですよ。それから自分の指導力を示すこともできるので、これは損得を考えずに上のランクの知識人の通りに発言をしたと、まあ、こういうことなんですね。下のランクの知識人とは難しいんですよ。実はね、上のランクの知識人はものすごく計画的に物事をやるんですが、下のランキングにいる知識人は自分がコロコロ変わっているのに気がつかないんですね。それなのに他人を指導しようという厄介な性格なんですよ。だから、まあそこのところで変なことが起こっちゃいましたね。次の時、明日にでもですね、じゃあ主婦は節約をしてるんですけど、これは何をもたらしてるのかっていうこともはっきりさせたいと思うんですね。まあいずれにしても今日お話したのは、34年間高度成長で我々はヨーロッパ並みの所得になり、ヨーロッパ並みの質の高い生活ですね、これをできるようになった途端に、上のランクの知識人がそのお金、人のお金を取ろうと思ったわけですね。それがもったいない節約、ゴミがあふれる地球温暖化なんですよ。そうするとみんなが不安になって、お金を不安になるし、道徳的にもですね、道徳的に言ってる人がまだいるんですね。ゴミをゼロにしようとか、そういう道徳的な運動をしてる人もいるんですね。その人たちのやってることは悪くないんですが、その結果はですね、結局一般人から金を取り上げて、A ランクの知識人とか官僚にお金を配るということをやってきたんだという事実、これは事実ですからね、まあ、事実のまま受け取る必要があると考えます。明日また少し本質的に踏み込みます。